ゴール前の直線ゴールの瞬間天皇賞の前身とされるエンペラーズカップが行われていた旧横浜競馬場提出後焦点が第12回まで行われていた旧阪神競馬場天皇賞は日本中央競馬会が春秋に年に開始こうする中央競馬の重賞競争である第1回とされる提出後焦点は1937年に 行われているが、JRA が前進としている、ザ・エンペラーズカップまで遡ると1905年に、期限を持ち、日本で施行される競馬の競争では最高の格付けとなる GI の中でも、長い歴史と伝統を持つ競争である。現在は、賞金のほか、友情商品として皇室から盾が可視されており、天皇賞を盾と通称することもある。春は、京都競馬場で、 天皇賞、秋は東京競馬場で天皇賞の表記で施行されている。記事内ではそれぞれ天皇賞、または春の競争、天皇賞、または秋の競争と表記する。天皇賞のルーツをたどると、1905年5月6日に横浜競馬場で創設されたザエンペラーズカップや明治初期のミカド、S ベースにまで遡ることができる。 これらの競争が誕生した背景には、当時の日本が直面していた外交問題が強く影響している。エンペラーズカップは、後に提出後商店の名称で定着し、明治末期から1937年まで日本各地で年に10回行われていた。一方、思考距離や競争条件は1911年から1937年まで行われていた。 優勝内国三バ連合競争を概ね継承している。この競争は年2回3200メートルの距離で行われ、各場等しい条件で日本のチャンピオンを決め、日本一の賞金を与える競争だった。これらを統合して始まったのが1937年秋の提出後焦点で日本中央競馬会ではこれを天皇賞の第1回としている。 提出後焦点は、選挙区悪化のため1944年秋に中止され、終戦後の1947年春に平和賞の名称で再開、同年秋から天皇賞と解称され現在に至っている。1937年以来、小馬の最高本として位置づけられた天皇賞は長らく番組体系の中心に据えられ、旧八大競争にも含まれるなど、 その地位を保ち続けた。一着賞金も東京優秀などと共に国内最高クラスの競争だった。後に有馬記念やジャパンカップが創設され、やがて国内最高賞金はジャパンカップが上回るものの、2020年現在も天皇賞はジャパンカップ東京優秀有馬記念に次ぐ高額賞金競争である。1980年代以降に進められた。 様々な制度改革、賞金や競争条件の変遷を経ても、なお、天皇賞は、日本国内で現存する競馬の競争として最も、長い歴史と伝統を持ち、重要な競争の一つに位置づけられている。競馬を観戦する、明治天皇1884年、上野市の場づいて、競馬クロードマクドナルド王政復古後、 明治新政府が直面した重要な外交問題の一つは欧米を中心とする諸外国との間に結ばれた不平等条約の改正であった。条約改正交渉を円滑に進めたい。明治政府は六名間に象徴されるように西洋文化を積極的に採用した。競馬もそのうちの一つで、政府や明治天皇は明治初期から西洋式の競馬を行うなど、 競馬場は重要な外交の舞台だった。中でも、根岸競馬場は、幕末以来、外国人が設立、運営しており、競馬の会の回答も、歴代のイギリス講師が務めていた。明治天皇は、条約改正を実現するため、日本の外交官や外務担当の政治家を伴い、頻繁に横浜競馬場へ赴いていた。イギリスでは、 新京と革命後の王政復古に際して、国王自ら競馬場に大競争を創設し、豪華な商品を貸しした古事があり、これはイギリス王室の伝統の一つだった。明治天皇はこの古事に習い、横浜競馬場へ豪華な商品を貸しした。これが1880年創設の帝、エスベースである。明治30年代になると、イギリスとの条約改正を皮切りに、 不平等条約の改正が実現した。イギリスとの間には日英同盟も締結され日露戦争の後ろ盾となった。その日露戦争で日本の軍馬の質や数が大幅に劣っていることが露呈すると軍部は日英同盟を頼って優秀な軍馬の大量輸入を依頼した。これに応えたイギリスはイギリス連邦で日本に近くかつ 馬産地だったオーストラリアから3700頭、あまりの馬を日本に緊急輸出した。こうした一連のイギリスとの外交交渉で大きな役割を担ったのがイギリス公使のクロード・マクドナルドである。マクドナルドは当初公使だったが1905年に全権大使へ承認した。マクドナルドと個人的な信頼関係を結んでいた。明治天皇は承認にあたり、 マクドナルドへ、菊花五文付銀製ゲモリ機を贈呈した。当時、マクドナルドは、横浜競馬場の回答も兼任しており、明治天皇から贈られた酒を商品として、1905年5月6日に、ザ・エンペラーズ・カップを創設した。以来、横浜競馬場では毎年この競争に際して、明治天皇から商品が貸手されるようになった。これが後に日本語で、 提出後焦点などと訳されるようになり、JRA では天皇賞の前身としている。横浜競馬場は外国人が運営し、書類や記録もすべて英語表記だったため、ザ・エンペラーズ・カップは時の担当者によって様々には訳されていた。1905年には皇帝陛下御勝杯、1906年には95勝杯と訳され、1907年からは、 新聞報道でも使われた、提出後商店のわけで統一されるようになった。1937年秋の提出後商店、優勝馬、初ピーマイと提出後商店発送前に行われる、騎手の選手先生、明治天皇は1899年まで、盛んに競馬場へ巡行したが、同年に不平等条約改正が実現すると、以後は一切競馬場へ赴かなくなり、代わりに、 皇族や親王をなしろとして派遣するに止まっていた。これ以来、天皇自身による競馬観戦は2005年の第132回天皇賞まで106年間行われなかった。1906年に日本人による本格的な競馬クラブとして東京競馬会が創設された際、責任者だった死者の加納筆先は明治天皇の臨席と商品の歌詞を打診した。しかし、 開催10日前になって、商品の貸しは許されたものの、明治天皇の巡行は却下された。この時行われた皇室商店競争が、当時の新聞によって、提出ご商店と報じられ、以後はこの名称で定着した。明治天皇から商品を貸しされて行う提出、ご商店は、すぐに全国の競馬クラブへ広まった。横浜、東京に続いて、阪神へも、 年2回の歌手が認められ、馬産地の福島、札幌、函館、小倉へも年1回の歌手が認められた。全国各地で年に10回行われるようになった提出ご商点は各競馬クラブが独自の競争条件で施行していたため、施行距離も金量などの条件もまちまちで、競争名と天皇からご商点が歌手される点以外に統一性はなかった。一方、 1911年に日本一の競争場を決定する競争として優勝内国三馬連合競争が提出後商店とは別に創設された。賞金は1着3000円、2着でも1500円で当時日本国内の最高賞金競争だった。距離は2マイル、条件はバレー重量で出走できるのは各地の競馬クラブで行われた優勝戦の上位場に限られていた。 友情内国三馬連合競争は当初年1回の施行だったが、後に年2回施行になった。昭和に入り戦時体制化が進むと、各地の競馬クラブは1936年に発足した日本競馬会に統合され、一本化されることになった。日本競馬会は1937年に各地の競馬クラブを統合し、年10回施行していた、提出後焦点は春に、 阪神競馬場、秋に東京競馬場で年2回施行することとなった。年2回施行に改められてから、初の競争は1937年秋に東京で行われた提出後商店で、JRA ではこれを天皇賞の第1回としている。競争の名称は、提出後商店が採用され、競争の中身は、優勝内国三馬連合競争が継承された。 つまり、天皇から五章点が可視される点は、提出御章点を受け継いでおり、距離や競争条件などは、優勝内国三馬連合競争から継承している。これが、現在の天皇賞である。また、提出御章点は小馬にとって最高峰の競争として、位置づけられ、東京優秀など四歳馬の競争とは、明確に線引きされた。こうして、 統一された新しい提出後商店は、競争場として日本一を決めるだけでなく、将来の種母馬を選別するための最高の能力検査でもあった。また、天皇を頂点とした旧帝国憲法下の日本において、天皇からの焦点を受けることは、平民や農民にとっても生涯の名誉となった。日中戦争から太平洋戦争に至る戦時中も、提出後商店は、 発祥品を木製盾に変えながらら続けられたしかし、やがて選挙区が悪化すると場所にも多くの戦死者が出るようになり、競争場の所有権問題が浮上した。日本競馬会は全競争場を買い上げることでこの問題を解決したが、全競争場を買い上げたため、賞金や商品を争うという競馬の性格を維持できなくなった。さらに、1944年春には、 軍部の命令により、馬券の発売を伴う競馬が禁止されたため、日本競馬会は、脳少将商店四歳や東京優秀などの主要な大レースに限って、能力検定競争として、競馬を行った。提出後商店も1944年春は、試行場を京都競馬場に移し、皇室からの商品化しも辞退した上で、能力検定競争として、非公開で行われたが、 同年秋は中止され、提出後商店は中断することとなった。その後、1945年には戦争の激化により、能力検定競争も行われなくなった。終戦後、競馬は1946年秋に再開された。提出後商店は1947年春からの再開を決め、日本競馬会は皇室へ、商品の菓子を打診した。しかし、 この時点では連合国軍総司令部による皇室への処分などが確定していなかったため、歌詞は時期尚早として見送られた。すでにご商点競争を開催する前提で番組編成をしていた日本競馬会は急遽、競争名を平和賞に変更して施行した。1947年秋に予定していた第2回平和賞の前日に皇室から 商品の歌詞が再開されることが決定し、名称を天皇賞に改めて施行された。天皇賞の名称で行われるのは、これが初めてとなるが、公式な施行回数は1937年秋の提出を焦点に遡り、第16回天皇賞とされた。その後、天皇賞の施行主体も日本競馬会から国営競馬を経て、1954年より、 日本中央競馬会が引き継いだ。現在は1944年春の提出、ご章点と1947年の平和賞も公式な試行回数に含まれており、能力検定競争は第14回天皇賞、平和賞は第15回天皇賞と同義に扱われている。その一方で、これらの競争では皇室から賞品が可視されていないため、 天皇賞の試行回数から除外する考え方もある。1968年に日本中央競馬会が編纂した資料では、能力検定競争や平和賞を回数に数えない考え方が示されている。再編され、年2回試行となった提出後焦点の時代から、天皇賞はコバにとって最高峰の競争と位置づけられていた。当時の競争体系では、 勝てば勝つほどより重い金量を負担することになっており、定量で出走できる天皇賞を勝つと、以後は出走すればおおむね負担重量が60キロ後半から70キロ後半にまで跳ね上がった。よって馬にかかる負担を考慮すれば、出走可能な競争は大きく限定されることになった。また提出後焦点、天皇賞には1980年まで勝ち抜き性があり、 一度天皇賞を勝った馬は、以降の天皇賞に出走することができなかった。これは、当時、天皇賞を勝った馬が再度出走して、敗れるようなことがあれば、優勝馬の威厳を下げてしまうとされた考え方に、基づいており、天皇賞を勝つほどの優れた、競争馬は、優勝馬としての威厳を保ちつつ早く守護馬になって、競争馬の改良に貢献することが求められていた。なお、 この制度に対しては一部の競馬評論家の間で批判されていた。多くの小馬にとって天皇賞優勝は最大の目標であると同時に一度優勝するとその後の目標となるレースがほとんどなくなる。その上、金量もさらに増えることから優勝後に引退する馬は少なくなかった。1937年から1955年までの 優勝馬のうち5頭が優勝と同時に10頭が優勝したシーズン限りで引退している。このほか3頭が優勝後に地方競馬へ転出した。1956年年末の中山競馬場で中山グランプリが創設された。これは4歳馬も小馬も分け隔てなく、その年の一流馬を集めて行う競争となった。天皇賞を勝った小馬の一流馬にとって、 有馬記念は新たな目標となった。有馬記念創設から2013年までの天皇賞優勝場で天皇賞優勝を最後に引退した馬は5頭しかいない。一方、天皇賞を優勝して国内の最高峰に立った馬の一部は新たな目標を求めて海外へ遠征するようになった。1952年にアメリカで創設されたワシントン DC 国際が その代表格である。この競争は招待制で、日本からは天皇賞の優勝馬が招待を受けるようになった。ワシントン DC 国際は11月に行われ、当時は11月下旬に行われていた天皇賞と同時期になる。当時、一度天皇賞を勝った馬は再出走が認められていなかったため、秋にワシントン DC 国際に挑み、12月に帰国して、 有馬記念へ出走する馬も現れた。有馬記念創設以降、1981年までの25年間で天皇賞に勝った後海外遠征を行った馬は7頭いる。そのうち5頭は秋にワシントン DC 国際へ、1頭は同時期のヨーロッパで外戦門賞に挑んだ。しかしこれらの中から目標を達することができた馬は、おらず、逆に、 欧米との力量差を突きつけられる結果になった。天皇賞を勝つほどの一流馬が日本以外の国で全く勝てないという事実は日本国内に二つの相反する考え方をもたらした。一つは強力な外国の競争馬が日本へ入ってくることで国内の馬さんが衰退するという脅威論。もう一つはより強い外国馬との対戦によって日本馬のレベルアップを図ろうとする門戸。 解放論だった。1970年代後半より世界に通用する強い馬作りが提唱され、実現したのが1981年に創設されたジャパンカップである。ジャパンカップは外国から競争馬を招待し、日本の一流馬と対戦させることで日本競馬に活力を与えようという意図で企画された。 提出後商店が1937年秋から年2回施行とされて以来伝統的に11月下旬の施行が定着していた天皇賞はジャパンカップに時期を譲り10月に前倒しされたワシントン DC 国際に出走した外国馬がジャパンカップへ転戦しやすいように配慮した結果であるジャパンカップは新設競争にして賞金額が 東京優秀にや天皇賞、有馬記念と並ぶ高額に設定され、これはコバの競争体系が根幹から変わることを意味した。第1回ジャパンカップでは直前の天皇賞をレコード勝ちした馬など、当時の中央競馬を代表する陣容で臨んだ、日本勢が外国勢の前に総崩れとなり、日本の競馬界に衝撃を与える結果となった。また、 ジャパンカップの商業的な成功は日本のみならず、アジアの競馬にも変革をもたらすきっかけとなった。ジャパンカップの創設以前より、世界の各国からは、外国籍の馬種が、日本のレースに所有馬を出走させられなかったり、外国馬に対する出走制限を設けていたりしたことなど、日本の競馬界に対する閉鎖性が指摘されるようになっていた。これらの指摘を受け、 日本中央競馬会はジャパンカップの創設以来、競馬の国際化を視野に入れた多角的な活動を展開するようになった。国際化とは単に外国の競争場を呼び寄せるだけでなく、制度面を含めた国際標準への適合をも意味していた。日本の競馬を国際標準へ適合させるため、日本中央競馬会は様々な施策を打ち出した。 1984年に導入されたグレード制もその一つである。天皇賞も春、秋ともに GI として格付けされたが、当初のグレード制は工業に主眼を置いた中央競馬独自の格付けに過ぎず、1970年代に欧米で作られたグレード制、グループ制とは全く互換性のないものだった。その後、 様々な開放策を実施した結果、2005年には天皇賞が春、秋ともに国際競争となり、外国調競馬の出走が可能になった。さらに、2007年からは、格付けの互換性も認められるようになった。1983年11月、日本中央競馬会は、昭和59年度の競馬番組について、グレード制の導入などの大幅改革を発表した。 この中に天皇賞の試行距離を芝2000メートルに短縮することが盛り込まれていた。レースの性格を大きく変えることになるこの変更に対し伝統的な3200メートルの距離を尊重する意見や東京競馬場のコース形態に対する問題点を指摘する意見、また第1回ジャパンカップで日本勢が外国勢に大敗したことを踏まえ、 スタミナよりもスピードの強化を重視する意見など賛否両論があったが1984年より天皇賞は試行距離が2000メートルに短縮された。以来天皇賞は中央競馬の中距離ナンバー1決定戦の性格を持つようになった。競争の規則も見直しが図られた。1950年代に欧米で定着した。 公着制度は1991年から中央競馬でも導入されたが、この年の天皇賞で1位入選馬が18着に公着となった。これは日本での重賞1位入選馬の公着例として、史上初だっただけでなく、当該馬が圧倒的な単勝1番人気に押されていたことも相まって大きな話題になった。提出後商店時代からの制度では、 一度優勝した馬に再出走を認めない勝ち抜き制が1981年から廃止され過去の優勝馬も再出走が可能になったほか守母は繁殖馬選定の観点から長年認められていなかった巨勢馬の出走も2008年移行可能になったまた1971年から認められていなかった外国産馬の出走も2000年より可能になった 1937年秋の提出後章天以来、小馬の最高本として位置づけられてきた天皇賞だったが、1987年より天皇賞は4歳馬も出走が可能になった。また1980年代以降、短距離路線、ダート路線、頻馬路線の拡充が図られたことに加え、海外遠征も容易になった。これにより、 様々なタイプの競争を選択できるようになり、天皇賞は数ある頂点の一つという位置づけになっている。とはいえ、国内の GI 競争では2014年現在も、ジャパンカップ、東京優秀、有馬記念に次ぐ、高額の一着賞金が設定されている。国内最高クラスの賞金、皇室から可視された天皇立の権威、長い歴史と伝統などに裏打ちされ、今も、 天皇賞は小馬最高の栄誉とされている。前日の通り天皇賞のルーツとなる帝 S ベースやザエンペラーズカップなどでは明治天皇から賞品が貸詞されていた。これらは通常貴金属としても美術品、工芸品としても価値が高いものであると同時に天皇から貸詞されたという事実は金銭ではあえない栄誉を担うものだった。明治天皇は 日本各地へ巡行して、その先々で競馬を大乱し、優勝機種や馬修らに、賞金や商品を貸しした。貸しされた品々は、樽酒やティハチジョウ、旧八条、白炉の単語の、白羽二重、美術品、工芸品などである。横浜競馬は、多くの賞金や商品を、外部のパトロニアスポンサーから得ており、とりわけ皇室や皇族は、その代表格だった。例えば、 ロシア皇太子の名を冠したセザロビッチギフトという競争の商品を実際に提供していたのは日本の皇室だった。横浜競馬場で明治天皇が貸ししたものは記録に残っているもので、同性花瓶1体、強一尺流浮き彫り尻尾入り銀製花瓶などがある。1900年にはロシア全健康史老全男尺がミラー号の優勝により、 銀星課長執宝が子時期を授与されている。他にも、上野へ、金蔵岩道成馬を歌詞した記録がある。なお、皇室以外からでも、横浜競馬の神奈川賞敗競争で、神奈川県令が、制度制主敗を創ししている。天皇賞のルーツとされる、ザ・エンペラーズカップの創設にあたって、明治天皇が歌詞した、ご章点を受け取った、日本レースクラブでは、 尊重の重宝と翻訳した。一方、1906年秋に池上競馬場で行われた皇室商店では銀星下生鉢が歌詞された。これは直径が約30センチ、深さが約15センチの大銀鉢で3本の足がつき、菊花の文様が高ぶりされていたと伝わる。以後も菊花五門付け銀星下盛り機が歌詞された。 御商店は廃領する側にも、相応のマナーが必要とされ、馬主や関係者は、廃領式の際、清掃で臨むこととされていた。現在の御商店となる、天皇立。馬主が白手袋を着用しているのがわかる。盾の歌詞もまた、イギリス王室の伝統となっている。国を追われ、亡命先のフランスで馬術を磨いた、チャールズ2世は、王政復古がなって退官すると、 ニューマーケット競馬場を復興した。1665年に国王チャールズ2世はタウンプレートという競争を作り、自ら優勝立てを提供した。国王自身も騎手として優勝したことがある。この競争はキングスプレートとして受け継がれ、現存する世界最古の競馬の競争である。明治天皇の時代に始まった華やかな銀杯の歌詞は、 大正時代に勃発した第一次世界大戦の間も耐えることなく30年以上続いた。一方、その間に中国大陸での動乱は激しくなり、1931年の満州事変、1937年には7月に六甲橋事件、8月に上海事変が相次いで起きた。その直後である1937年9月、皇室は 競馬会に対し、以後の五章点歌手を年2回とするという通達を行っている。この通達により、年10回行われていた、提出御商店は、年2回試行になった。そして皇室は、提出御商店の回数を減らす、分、御商店をより立派なものにすることとなる。また、同時期、大陸での時局の緊迫化によって、軍馬の需要が急増していた。軍部は、 より強固な馬声統制を行うため全国の競馬クラブを一本化して日本競馬会を作った。そして提出後焦点は軍部の求めるスタミナあふれる馬を作るため長距離の3200メートルに改められた。大陸での緊迫した情勢はさらに激しさを増し日中戦争へと発展した。百三十九年秋にはヨーロッパでドイツと連合軍が戦争を始め、 日本に対しても ABCD 包囲網と呼ばれる経済封鎖が1941年より実施され、国内では様々な物資が不足するようになった。これに伴う金属製品の統制を受け、提出後商店の勝敗も同年春から優勝立てに改められた。新しい優勝立ての作成にあたり、区内省は東京高等工芸学校教授の畑昌吉にデザインを依頼。 これをもとに、芋野氏の持ちが増次郎が金物を制作し、金メッキを施した二寸もある菊の紋章と、板金をはめ込んだ、競馬音章の文字を、ラワン板にあしらった金五紋章付け立てとなった。天皇立ての歌詞も1944年春の能力検定競争で歌詞を辞退したことにより、中断し、秋には提出後章展も中止となった。戦争で中断した競馬は、 終戦後に再開され、提出後商店は後商店が可視されなかったため、平和賞の名称で1947年春に復活した。その後、1947年秋に予定していた第2回平和賞の前日に、皇室から天皇立の歌詞が決まったが、天皇立はこれ以降、持ち回り制になった。平和賞は急遽、天皇賞に解消され、 第一回天皇賞として施行された。ただし、前述の通り JRA では1937年秋の提出後商店を第一回としている。表彰式で優勝場所が盾を受け取る際は、白手袋を着用することが慣例となっている。春の一着賞金は1億5000万円で、以下2着6000万円、3着3800万円、4着2300万円。 5着1500万円。秋の1着賞金は1億5000万円で、以下2着6000万円、3着3800万円、4着2300万円、5着1500万円。1937年に提出後商店が年2回試行に集約されて、以来、天皇賞は日本国内で有数の高額賞金競争である。優勝場の場所に与えられる、 ご商店の金銭的価値を一切考慮に入れないとしても長い間一着賞金の額は中央競馬で行われる競争の中でも上位を保ち続けた2020年は日本国内で施行する競馬の競争としてジャパンカップ有馬記念の3億円東京優駿の2億円に次ぐ高額の一着賞金が設定されている第1回の一着馬には 本賞として5賞点、副賞として賞金1万円が与えられた。この賞金額は、当時国内の競争としては、東京優春の1着本賞1万円、横浜農林賞賞店4.5在庫場の1着本賞1万円と、並び最高額だった。第1回は3着馬までにのみ賞金を与えていたが、翌年から提出5賞点など、国内主要18競争に限り、 4.5着馬にも賞金を与えるよう変更された。1954年からは天皇賞の一着馬に与える副賞金も本賞に含めることになった。1955年当時、国内の一着最高賞金は東京優春の200万円で天皇賞の150万円がこれに次いでいた。1956年に有馬記念が創設され、一着賞金は 東京優春と同じく200万円とされた。翌1957年には、天皇賞の賞金も200万円に引き上げられ、天皇賞、東京優春有馬記念の4競争が国内最高額の競争となった。1959年には、東京優春の賞金が300万円に増額され、再び国内最高賞金となり、天皇賞と有馬記念は、 東京優春に次いで2番目の高額賞金競争となった。その後、各競争の賞金は年々増加を続けるが、東京優春が1位、天皇賞と有馬記念が同額で2位という序列が1973年まで続いた。1974年、天皇賞、東京優春有馬記念の賞金が同額になった。これ以降も賞金は伸び続けるが、 これらの一着賞金は同額とされた。1981年にジャパンカップが新設され、天皇賞、東京優秀、有馬記念を含めたご競争が日本では最高賞金の競争になった。1990年代に入ると賞金が1億円を超えるようになり、1995年には5競争ともに一着賞金が1億3200万円となった。 2001年より、ジャパンカップの一着賞金が2億5000万円と、大幅に引き上げられ、東京優秀、有馬記念も一着賞金が活増されたが、天皇賞の一着賞金は春、秋とも据え置かれた。JRA が発表した2015年の重賞競争一覧によると、ジャパンカップ、有馬記念、天皇賞で一着賞金が増額。ジャパンカップは一着賞金が3億円となり、 有馬記念は2億5000万円。天皇賞は春、秋とも1億5000万円にそれぞれ増額された。報奨金制度大阪杯、天皇賞、宝塚記念、または天皇賞、ジャパンカップ、有馬記念の3競争を同一年にすべて優勝した。JRA 所属場には内国サ場2億円、外国サ場1億円の報奨金が賞金とは別に交付される。 この報奨金は、クラス分けに用いる習得賞金には参入されない。2005年の第132回天皇賞は、エンペラーズカップ100年記念と、副題が付けられ、第125代天皇上皇昭日と上皇皇道子が、東京競馬場に来場し、天皇賞を観戦した。当初は、前年の2004年に予定されていたが、始行日の8日前に発生した新潟県。 中越地震の被害に配慮して取りやめとなっていた。天皇が天皇賞を観戦した例は史上初めてであり、天皇自身による競馬観戦も1899年以来106年ぶりとなった。競争前に天皇皇后は城内の競馬博物館でエンペラーズカップ100年記念栄光の天皇賞店を鑑賞。競争後に優勝騎手の松永三清が、 近世に対して馬上から再敬礼を行った。2012年の第146回天皇賞では近代競馬150周年記念と副題が付けられ7年ぶりに天大競馬が実施された。この際優勝機種のミルコデムーロはコース内で一旦競馬して再敬礼を行った。本来このような行為は騎乗馬が故障した場合を除き競争後に コース内で騎手が下馬することを禁止する JRA、競馬志向規定に定触するものであったが、これを理由とした制裁は行われなかった。なお、第125代天皇、秋人とその皇后の道子は、皇太子、皇太子妃だった1987年にも、天皇賞志向50周年を記念して行われた第96回天皇賞を退覧している。春の競争と秋の競争は、 開催地など競争条件が異なるものの同じ天皇賞であり、試行回数は春、秋と試高順に加算している。同一の競争名で1年に複数回試行する競争は現在の中央競馬で本競争のみである。概要4歳以上の馬による重症競争。試行距離は1939年以来3200メートルで変わっておらず、 現存する中央競馬の HGI 競争では最長距離。2008年よりメルボルンカップの前年度優勝馬を招待するようになり、本競争の優勝馬にも同年のメルボルンカップへの優先出走権が与えられる。2017年より大阪杯宝塚記念と共に同一年に行われる三競争を全て優勝した馬に報奨金が贈られる。 正式名称は天皇賞であるが JRA では天皇賞の距離が短縮された1984年から天皇賞と表記している。聖賞は天皇賞日本橋協会連合会会長賞。世界の中の天皇賞世界の競馬開催国は国際競り名簿基準委員会によってパート I からパート4までランク分けされており主要な競争は 国際的な統一判断基準で評価が行われている。日本は平地競争が最上位のパート I、障害競争はパート4に分類されている。2019年現在、日本を含めパート I に分類されている国、地域のうち3000メートル級の G1 競争を行っているのは以上の6カ国だけである。天皇賞はこの分類でゴールドカップ。 カドラン賞に続く世界で3番目の長距離戦に該当し優勝馬を招待しているメルボルンカップとは同じ距離である。競馬の競争における距離別の区分法として定着しているスマイル区分によると天皇賞は2701メートル以上のエクステンディット部門に分類される。国際競馬統括機関連盟が公表した2012年から2014年の 年間レースレーティングの平均値に基づく世界のトップ 100GI レースによると天皇賞は全体の51位にランキングされエクステンディットのカテゴリーからランクインした競争ではメルボルンカップセントレジャーを上回りこの部門で世界のナンバー1と評価された同じくアイファが公表した2016年の年間レースレーティングの平均値に基づく 世界のトップ 100GI レースによると、天皇賞は全体の58位にランキングされ、エクステンディットのカテゴリーからランクインした競争では同じく日本の菊花賞に次ぐ評価であり、メルボルンカップゴールドカップを上回り、この部門では菊花賞に次ぎ世界のナンバー2と評価された。2020年は全体の55位台にランクインし、エクステンディットのカテゴリーから ランクインした競争では、菊花賞、セントレジャーを上回り、世界最上位の評価となった。単年度の競争場ランキングでは、2013年の天皇賞1から3着場が、世界の競争場ランキングで、上位3頭を占めた。ただし、エクステンディット部門で首位の馬は、全体の38位にとどまっている。競争条件以下の内容は、2021年のもの。 出走資格4歳以上のサラ系競争馬、出馬投票を行った馬のうち、以下の優先出走権を得ている馬から優先して、割り当て、その他の馬は、通算収得賞金、過去1年間の収得賞金、過去2年間の GIJ プニー競争における、収得賞金の総計が多い順に割り当てる。出馬投票締め切りの結果、出走申し込み等数が、出走可能等数を超えた場合は、 別に定めた方法、または抽選で出走馬を決定する。優先出走権を得られる条件地方競馬所属馬は、上記の他大阪杯の2着以内馬も、本競争に出走できる。負担重量定量コース、天皇賞コース外略図京都競馬場の芝コース、外回り3200メートルを使用。スタート地点は、観客席から見て、交渉面で約1周範囲する。 途中、第3コーナーから第4コーナーにかけて、淀の坂と称される坂の上り降りがあり、天皇賞ではこの坂を2度通過するため、京都競馬場の難所とされる。1周目は、スタート直後から100メートル進む間に、約2.1メートル上る急坂となる。その後も、緩やかに280メートルかけて、約1.8メートルを上る。第3コーナーが坂の頂上にあたり、 第4コーナーまで3.5メートルを下る。第4コーナーを回って直線に入るまで0.8メートルほどの下り勾配がある。2周目の第4コーナーを回り終えると、最後の直線でゴールまでは残り約400メートルとなる。年表天皇賞歴代優勝馬競争名は、第14回まで提出後昇天第15回は平和賞。第十七回以降は天皇賞。 愛用3歳以上の馬による重傷競争。試行距離は1938年から1983年まで、春と同様に芝3200メートル。1984年から芝2000メートルに短縮された。距離変更には賛否両論があったが、短縮後は中距離の最強馬決定戦として位置付けられた。時期も長年11月下旬で定着していたが、 1981年から10月下旬から11月初旬に繰り上げられた。2000年よりジャパンカップ有馬記念とともに秋の小馬三冠競争とされ、同一年に行われる三競争をすべて優勝した馬に報奨金が送られるようになった。正式名称は天皇賞であるが JRA では試行距離が短縮された1984年以降、 天皇賞と表記している。聖書は天皇賞日本橋協会連合会会長賞。世界の中の天皇賞天皇賞と同様に天皇賞も国際的な統一判断基準で評価が行われている。前述のスマイル区分によると天皇賞はインターミディエートに分類される。国際競馬統括機関連盟が公表した2012年から2014年の 年間レースレーティングの平均値に基づく世界のトップ 100GI レースによると天皇賞は全体の28位にランクインしたインターミディエートのカテゴリーからランクインした競争ではケンタッキーダービーやコックスプレートを上回り同部門では香港カップに次ぐ12番目の評価となっている同じくアイファが公表した二千十六年の年間レースレーティングの平均値に基づく 世界のトップ 100GI レースによると、天皇賞は全体の19位にランクインした。インターミディエートのカテゴリーからランクインした競争では、プリンス・オブ・ウェールズ・ステークスやタタソールズ・ゴールドカップ、ケンタッキー・ダービーを上回り、同部門では香港カップに次ぐ9番目の評価となっている。2020年は全体の4位にランクインし、インターミディエートのカテゴリーから、 ランクインした競争では、アイリッシュチャンピオンステークスに次ぐ評価。日本の競争では、ジャパンカップに次ぐ2番目の評価となっている。競争条件以下の内容は、2021年のもの。出走資格3歳以上のサラ系競争馬出馬投票を行った馬のうち、以下の優先出走権を得ている馬から優先して、割り当て、その他の馬は、通算収得賞金。 過去1年間の収得賞金、過去2年間の GIJ プニー競争における、収得賞金の総計が多い順に割り当てる。出馬投票締め切りの結果、出走申し込み等数が、出走可能等数を超えた場合は、別に定めた方法、または抽選で出走馬を決定する。優先出走権を得られる、条件負担重量定量3歳馬は、負担重量が軽減されており、 4歳以上の馬に、比べ重量面で優遇されている。コース天皇賞コース外略図東京競馬場の芝コース2000メートルを使用。スタート位置は、第1コーナーの奥に設けられたポケット地点と呼ばれる。スタートから120メートルほどで、第2コーナーにかかり、第2コーナーから交渉面にかけての700メートルは、落差2メートルの緩やかな下り勾配となる。 その後、交渉面の半ばから約1.5メートルの急な上り坂になる。これを上り切ると間もなく、第3コーナーに入り、カーブを回りながら約1.8メートル下る。第4コーナーからは、上り勾配に転じ、直線に入る。ゴールまでの直線は約525メートルで、JRA の競馬場では、新潟競馬場に次いで2番目に長い。 直線の中ほどにも高さ2メートルの長い登り坂があり、坂を登り切った後もゴールまで約250メートルの平坦路がある。スタートから最初のカーブまでが短く、序盤から前へ行きたい馬が外側の枠に入った場合、スタートからすぐに先行できなければ、カーブで大きく外を回ることになり、距離を余計に走ることになるため、 スタート直後の先行争いが一つの見どころとなる。年表天皇賞歴代優勝馬競争名は、第13回まで、提出後昇点、第16回以降は、天皇賞。毎日新聞1955年4月30日付、高尾優勝京都競馬、天皇賞レース毎日新聞1956年4月16日付、 天皇賞は、明治光毎日新聞1五十七年四月三十日付、天皇賞の栄冠北の王井、柏山淳造柏山淳造、著、日本図書センター、館、1九9八 p 百三十三読売新聞1五十九年四月二十九日付、土佐王優勝天皇賞レース、読売新聞1 9六十年四月三十日付、天皇賞、 クリペロに、英館毎日新聞1954年11月22日付け、オパールオーキツトに、英館天皇賞宇宙に十0頭が激戦毎日、新聞1955年11月21日付け、天皇賞第7報紙優に毎日新聞1956年11月26日付け、天皇賞は、 密度フアーム毎日新聞1957年11月24日付け、白地から1位天皇賞レース毎日新聞1958年11月24日付け、天皇賞、セルローズが優勝。読売新聞1959年11月24日付け、天皇賞は、ガーネット。読売新聞1960年11月24日付け、天皇賞は大手門、 ありがとうございます。